皆さんこんにちは、フェリシティです。パターンソフトのパズルゲーム日焼けの思い出のめくりモード、毎日変わるパズルをプレイし続けて今日が68日目、2023年3月9日です。始めましょう。ちょっとこの後リハビリに行かなきゃいけないので、ちょっと早めの時間でお送りしてというかパズルしてます。これはどうだった。そんなに難しい感じではしないのだが、あれですね、その、パズルをした後の編集時間が長くなってきてるんですよね。10分ぐらいで済めばいいんですけども、なんだかんだと、まあ他のことをやりながらっていうのもあるんですけども、1時間超えちゃったりすることもあるし。で、そうなってくると、あれなんですよ。用意したソフト紹介の部分を、まあ、削ったり、あるいは削らなくてもひたすら時間が余ったりとか、バランスが取れないので、あれですね、プレイしてるときは何を紹介するかは限定せずに、この尺に合ったものを後からつけるという形にしましょう。そうしないと、でっかく取ったものも削ったりしなきゃいけないので。まあ、それが一番いいと思います。まあ、どっちみち、まあ、紹介するソフトはもうサムネイルでわかっているので、どこにあるんだろう。わかりにくいな。ボリュまあ途中でソフト名を言わなくても大して影響はないでしょう。ですよ。昨日も書いてたんですけども、ドンブラザーズ終わっちゃいましたね、自分の中でも。まあこうやって1年見てきて1年見てきてって1話だけ直後に見たから1年見たことにはなってるんですけど、もうドンブラザーズの感想を言うためだけにディスクシステムの新鬼ヶ島やろうかなとも思い始めましたよ。あのゲームもちょっと ラグ立てが難しいですけど、じゃあもう今日のソフト紹介に行ってしまいましょう。なんかです。どうぞ。本日紹介する2022年に入手したサタンソフト、ドドンパチです。まあ、この、狩猟の蜂と書いてドンパチと呼んでたものが、怒りが加わってドドンパチになりましたね。こちらは、真っ当な普通のソフトですね。あの説明書もバックカバーもある状態での購入です。でも帯はない。今未知の衝撃に震撼する話。
分かりのようにシューティングゲームですね。まあこういう縦スクロールのシューティングはそのテレビに表示する場合はちょっとモードを変えてやらないといけないので、そのアーケードそのままの雰囲気はちょっと楽しめない部分ありますよね。今だったらまあ安いモニター買って縦にすればいいぐらいの感じですけども、その頃はさすがにそんな簡単にはいかなかったでしょうから。こちらが4800円ですね。世間的にはもうちょっと高いのかな。本日紹介した2022年に入手したサタンソフトはドドンパチでした。普通の時間かな。もう普通よりもかかってるのか。まあ何かを紹介してることでしょう。長らくやってるともうモデルさんがどんな顔してるとかで、そんなことも気にならなくなってしてしまいますね。せいぜい、あ、この人何回目だとか、そういう2回目とかそういうのは分かりますけど。それではまた明日お送りします。